兄弟。おう。例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか柴田。単刀直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえ。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。下で真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。
て。Ah.